この中で多くのタクシー運転手が離職し、現在も深刻な人手不足が続いていることから、石垣市は独自に一般ドライバーが空いているタクシーを使って運行する石垣版ライドシェアをスタートさせると発表しました。ドライバーとして働くにはタクシー会社と雇用契約を結び、講習などを受ける必要がありますが、保険の見直しなど 具体的なルールや運行運用方法については、今年度中にまとめる方針です。石垣市では深刻なタクシー不足が問題となっていて、ゴールデンウィークや夏の観光シーズンに対応するため、4月からの運用開始を目標にタクシー業界と話し合いを進めていくとしています。同様に運転手不足に悩む沖縄本島のタクシー会社でも対応が進められていて、 このうち沖東交通は空いているタクシーの活用などライドシェアの導入を検討したいとしています。ライドシェアについては政府が今年4月からタクシーが不足する地域や時間帯に限定し解禁する方針を決めています。